モーリツ・エッケルトは、ドイツの現代音楽の作曲家、ピアニスト、オペラ作曲家である。巧妙な作家と写真家の親を持つ。作曲を、クラウス・キューヌルやミュンヘンのウィルヘルム・キルマイヤーラに指示。後に、レオナルド・ホカンソンにもピアノを指示した。ミュンヘン時代から、ビエンナーレの総監督のハンス・ベルナー・ヘンツェと親交が、深く、 全鍵盤作品を演奏する傍ら彼のレクイエムをトランペットとオルガンのための作品へ編曲したりしている。ガウデアムス賞には演奏と作曲の両面で入賞した。国際コンペに出場し始めたのは比較的遅かったが30歳を過ぎた頃からシュトットガルト賞から大国際作ソフォン作曲コンクールに至るまで世界中の作曲賞を総なめにして ドイツ国内にその名を轟かした。音楽におけるアクションの追求は初期から一貫しており、ピアノをかかとで弾いたり、各種の内部奏法を駆使したり、高校のみを用いたり、自動車6台のクラクションを使用したり、2本のリコーダーを同時に演奏したり、歌手に演技をさせたり、ピアノを鼻で弾いたりとユニークな創作を展開している。バッドアンティチュード2では伝統的な名人へをチェロと、 ピアノでやり合う。ピアノのためのコンサートでは自作とムソルグスキーの展覧会の絵を演奏するなど伝統への配慮も欠かさない。近年ではポップスのアーティストと同じ扱いでソロアルバムをリリースしている。取扱い出版社はショット、その次にシコルスキーに移り、2021年現在はリコルディベルリンである。現代音楽に偏らず、 独自の選曲を行っていることで知られる。現代音楽のピアニストとしての起用は早く、若くして、ハンス・ユルゲン・フォン・ボーゼのピアノ作品を演奏していた。ありがとうございます。